5月15日、世田谷区にあるアメヤファームで、ふれあい農園梅のもぎ取りが行われました。ふれあい農園は、世田谷区の子どもたちに、区内の農地を身近に感じてもらおうと、年間を通じて行われている、季節の野菜や果物を収穫できる人気のイベントです。アメヤファームは、おととしからこちらの取り組みに協力。去年はコロナの影響で中止となり、2年ぶりの開催となりました。前回が5組だったという梅のもぎ取りですが、今回は40組以上の親子連れなどが参加しました。梅はポピュラーな南高梅と白加賀梅の2種類を中心に収穫されました。梅の実は木の上の高い位置に実っているものが多く、大人が肩車などをして子どもたちはもぎ取りを楽しんでいました。子どもがたくさんの梅の実を取れるように、枝の位置を下げて取りやすくしてあげるなど、大人は力仕事で子どもたちのもぎ取りをサポート。参加者は袋にたくさんの梅の実を詰め込み、大満足の様子でした。取れたよ。どんぐらい、開けて。いっぱい。いっぱい取れたね。いっぱい取れた。子どももとても毎日楽しみにしていました。当日もすごく楽しめました。梅はかき氷の梅シロップと梅酒に使う予定です。地元でこういう体験ができるのを知らなかったので、体験してみたいなと思い来ました。こういう体験で外出れたのは嬉しいなと思います。梅シロップにしたいなと思ってます。初めてなんでうまくできるかわからないんですけど、5月15日補助輪なしで自転車に乗れない子どもとその保護者を対象にした自転車教室が、横浜市都筑区の烏山公園で開催されました。4組の親子が参加した今回の自転車教室は、中川西地区センターの主催で行われました。教えてくれるのは、近隣で自転車ショップを営む広瀬義行さんです。しないね、自然とこう曲がる、まあそこは多分曲がっておいでってから勝手にこうしたと思うんですけど、まずは自転車にまたがったまま歩く練習からスタート。バランス感覚を身につけます。順番、次は両足同時に蹴り出します。一つ一つ段階を踏んで練習することが大切です。親子で練習するときのアドバイスとして、タオルを使って補助する方法も教わりました。ぐらついたときに脇から支えることで、子どもも安心でき、大人も少ない力で安全にサポートすることができます。こういう声で見て。はい、乗れました。おお、すごいすごい。はい、ブレーキ。わずか2時間ほどの練習で、みんな見違えるほど上達しました。前見て、はい、はい、ブレーキー、 OK、 乗れるようになった。この成功体験がいろんなことのチャレンジにつながるといいなと思います。家庭で練習する時のポイントも個別に指導してもらい、参加者たちは貴重で楽しい時間だったと話していました。5月16日、横浜市青葉区で春の成瀬尾根を散策するウォーキングイベントが開かれました。恩田地域ケアプラザと恩田地区保健活動推進員が協賛したもので、この日は親子連れなど12人が参加しました。町田市と青葉区の境にある成瀬尾根をピクニック気分で歩き、自然を楽しみながら健康になってもらうことを目的にしています。地元案内人の川崎治さんをガイドに、快晴なら富士山も望めるという山吹緑地や尾根道を散策。花見好きっていうのはアメリカ
カエルの鳴き声が聞こえる農道を歩きながら、地域の名前にもなっているアカネなど、さまざまな植物を観察しました。最後は、川崎さんが数年間観察しているという日本ミツバチの観察を行いました。この間引っ越してきたばっかりで、どういうところなんだろうっていう興味で参加させていただきました。久しぶりにこう山歩きしたところが楽しかったですね。子どももすごく楽しんでお花とか虫とか見てたので、それがすごく楽しかったです。オンダ地域ケアプラザでは他にもさまざまな地域イベントを実施しています。詳しくはご覧の番号までお問い合わせください。5月20日、川崎市高津区にある春日台公園で菜園体験教室が開かれました。このイベントは春日台公園などを中心に緑の保全活動などを行っているボランティア団体高津区市民健康の森を育てる会と高津区が共同で行っているものです。市民の憩いの場である春日台公園、そこにある菜園を活用し、参加者に里山の生活や作物の種まき収穫などの農作業を月に1回体験してもらうイベント。全6回の作業の初日となるこの日は9人が参加し、クワを使って畑の畝を作ったり、三浦大根やモロヘイヤなどの種まきに挑戦しました。野菜作りをしたかったので、こちらにいらっしゃってる皆さんと、ちょっと仲良くなれるかなと思って楽しみにしています。ゆっくりみんなで楽しみながらというのがこの会のモットーになってまして、やはり我々の活動を知ってもらって、面白そうだなで覗きに来てもらって、まあ、会員になってもらってもいいし、もうちょっと親しみのある森作りをしていきたい。会では今後ホタルの鑑賞会やジャガイモ掘り体験などのイベントを予定しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。現在、渋谷区の山種美術館で開館55周年を記念して花を描いた絵画を一堂に集めた特別展を開催しています。近代、現代の日本画を中心に名だたる画家たちが描いた四季を彩る花の作品が54点集められました。川端龍子の八つ橋という作品です。伊勢物語を取材して描いた作品です。柿つばたが屏風に描かれていますけれども、空襲の難を逃れながら約1ヶ月半かけて制作された作品です。こちらは横山大観の春潮という作品です。横山大観は富士山をたくさん描いたことで有名ですけれども、この山桜も数多く描きました。日本の象徴として描いたのだと考えられています。特集コーナーでは百花の王と呼ばれる牡丹の花をモチーフにした作品が並びました。明治時代に活躍した菱田春草という画家の白牡丹という作品です。左上を見ていただきますと、蝶々が2頭飛んでいるのがお分かりいただけるかと思います。蝶々は長寿を意味するモチーフで、牡丹は風紀を意味するモチーフでして、2つ合わさって吉祥の縁起のいい題材として好まれ描き継がれてきました。華麗な花の作品を集めた特別展は6月27日まで開催されています。